じゃあ内見行ってきます。初めて乗ります。足つきが超やばいので先にもうギアを入れてしまう。せーの、よっ、行きます。止まれなのね。危ない。さて、ヤマハの三輪バイク内見の試乗会にやってまいりました。今日はですね、クローズドコースなんですが、峠道のような伊豆のサイクルスポーツセンターで試乗会が行われていますので、ここのコースを使って走りのインプレをしてみたいと思うんですけれども、今ですね、発進に若干戸惑ったという感じがありまして、まずね、やはり発進時の雰囲気っていうのは前二輪どっしり構えてるんだなっていうのが、本当にごく低速からのこの走り出しの瞬間だけなんですけれども、ちょっと感じることができました。しかしながらスピードがですね、ここはもう本当に中低速の峠道のようなコースなんですが、もう来ますとね、あれこれ前二輪だったっけ、三輪車だったっけ、車重が260キロオーバーだったっけと思うような、ちょっとモーターサイクルをちゃんと感じさせてくれる乗り味ですね。いろいろこのちょっとね、初めて尽くしというか、このスタイルもそうですし、前二輪をこのスポーティーなねバイクに反映させたっていうのは、この内見というのは世界で初めてだと思いますので、その辺のところをですね、ちょっと味わいつつ走ってるんですけれども、先ほどからこの、中低速のコーナーが続くコースを走っていて思うんですが、まずね、皆さん気になるこのコーナリングですよね。雰囲気としてはね、前二輪の雰囲気っていうのは普通に走ってる段階ではちょっと忘れちゃいますね。どこにタイヤがあるんだけど、普通のバイク乗ってるような感じがいたします。で、もうコーナリングの時に、どういうふうにこう体重移動をねさせていくと面白いのかっていうところで、さっきからいろいろやってるんですが、いわゆるハングオフのスタイルですかね。お尻をずらさなければリーンアウト、車体だけがこう寝ていくっていうのが、なんかものすごく気持ちいいですね。これ本当に気持ちいいです。でもし、腰を入れていくのならば、すごく、足元が地面に近いところまで行けてるような気にさせてくれるんですけどね。実際に、簡単に、つま先つくか足がつくかというとそうでもない。もうちょっとガンガンに攻めていかないと多分、つかないと思うんですけれども、
込まれというのがとてもよいしょ、ちょっとクラッチが遠いかな、まあ、これは後で直せると思うんですが、このサイクルスポーツセンターいきなりですねかなりの、勾配で下っていくところに、まあ、わざわざ試験員を作っているわけなんですが、やはり皆さんね下り坂のコーナーってちょっと怖いなと思うんじゃないかなと思うんですけれども、そこはですねこの、アッカーマン10メートルというんですか、前二輪の恩恵をですね受けつつ、そのものすごく前輪たちがフロントタイヤたちがグリップ感を醸して出しているかというとそうでもないんですがそうでもないんですよ、なんかねそういう感じはしないんですけれども、頑張ってるな感というのは、そこまでダイレクトにライダーに伝わってこないですし、フロントフォークの動きっていうのもその繊細にこうガンガンこうハンドルに伝わってくるって感じではないんですが、不思議とですねこの存在感のないこの前二輪たちがすごく仕事を多分してくれてるんでしょうね、怖さがないです。怖さがないのは、どうなんだろうとも思いますけれども、このねちょっとツッコミ気味の、ほら今何が起きたかっていうと、ギャップをリアで拾った感覚ですね。で、まあ、細かいコーナー続いてるんですが、全体的なそのハンドリングというか、操舵性能というんですかね、まあ、リアタイヤが先に大外回るような雰囲気で、そうですね、あの90年代初頭の、スポーツツラーラーによくあったような雰囲気の、まあ、ちょっとだるいといえばだるいんですけれども、の楽しくツーリングをすると、リラックスしてツーリングをしたいっていうこの、車両のコンセプトをそのままにですね、フロントは、走るべき方向を常に、指し示していて、でリアはですねその分こうどっしりと苦労してるよっていう雰囲気の、そういったハンドリングになっています。先ほど、まあ、初めてね乗り込むにあたってやはりこのフロント周り の、このいかつさね、いかちいってやつ、まあ、タンクそのものではないんですが、タンクも結構大きいですよ、18リットルですから、まあ、にも増してこのフロント二輪を、覆う、まあ、フェアリングというんですかね、これがまあだいぶ左右に広い、普通のバイクよりも10センチほどなんですが、感覚としてはもっと広い感じに思われます。なんですけど運転してるとその辺は忘れてしまいますよね。細かいところをこのキビキビ走らせるというタイプのハンドリングではないんですけれども、しかもまあフロントフォークの動きもですね、こうだいぶこのちょっと独特の感じがありますよね、まあ、どっしり動くっていう雰囲気でしょうか、まあ、そんな感じがするので、バイクの方がね急げ急げっていうこうせかすようなタイプのバイクではないですね。
少しこう緩やかな中高速コーナーまで行かないですよね。もう不安不安とね、大きく曲がってくるような感じで、もうちょっとブレーキ周りはどうなのか、もうちょっと試してみようかなと思いますけれども、乗ってて思うんですけれども、全体的にこうマイルドに感じるような味付けがしてありますね。エンジンも そういう風に、作り込んでいるようなんですが、ブレーキ周りもですね、急にキャンって効くんじゃなくって、しっとりドーンとこのフロントのね、フォークの戻り側がなんか気持ちいいですね。高級な感じがします。普通のバイクの日本ショックと比べて何が違うかっていうのは、このぐらい、ふわふわ走ってるぐらいではちょっとわからないぐらいモーターサイクル感が出てるんですけどね。でリアもですね、必要十分にふわっと効く、普通の二輪車ですと傾いたままねブレーキかけるっていう行為はなかなかこう、恐怖感を誘うような感じでなんですけども、この内見にあってはコーナリング中のブレーキっていうのがとてつもなくこう楽というか気持ちいいというか、そんな感じがいたします。またがった時にハンドルがちょっと広いのかなと思ったんですが、こう運転してみるとですね、ちょうどいい感がすごくありますね。もしかしたらこの、ね、内見なんでオートマじゃないのって思う方もいるかもしれないんですが、まあ、そのあたりはですね、今の中低速が続くワインディングにあっては、まあ、3速か4速で、だけでですね、スロットルの雰囲気だけで、まあ、なんとかなるっていう感じで。というわけでヤマハ内見、試乗してきたわけなんですけれども、最初の印象っていうのは、あ、意外にモーターサイクルなんだなっていうことと、それからですね、ハンドリング草案の雰囲気っていうのが、そう、まあ、ちょっと、懐かしい感じもしつつというようなことで、まあ、安心感を生み出す、スポーツツアーツアラー寄りのスポーツバイクなんだなっていうふうに感じました。で、まあ、この前二輪というコンセプトっていうのは、まあ、トリシティから始まっているわけなんですけれども、まあ、このね、大きい排気量に、なってからも、まあ、例えばオートマチックにする選択とか、スクーターっぽくするような、考え方っていうのはあったかと思うんですが、そこはヤマハ、ハンドリングのヤマハというわけで、まあ、思い切ってですね、スポーツバイクとしての、この内見というものを世に出してきたということで、まあ、トリシティの場合はですね、私も乗ってみましたが、なるほどと思うことが多かったです。あ、なるほど、三輪こうなのかと、オートマチックこうなのかと。で、内見にあってはですね、なんじゃこりゃと思う反面、いや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 、マイルドだぞと、
気がつかないうちにこのマイルドさに取りつかれていて、で、まあ、その怖くなくですねコーナリングとか、濡れた路面とか走れるんですけれども、後からよく考えるとこれは前二輪の、アッカーマンジオメトリーの恩恵だったんだって気がつくようなですね、そういうさりげなさも持っているバイクですね。見るからに見た目はでもなんじゃこりゃなの で、このなんじゃこりゃという、ニューモデルのうちに乗れるっていうのは、まあ、今皆さんですねこの同時代性という意味では、とても、嬉しいことではないかなと思いますので、まあ、もし機会があったらね、ぜひこの内見ちょっと言葉でね伝えられない部分っていうのも、たくさんありましたので、ぜひ体験して、見てみるといいのかなと思います。